はい。皆さん、こんにちは。ジョです、えー。今日はですね、皆さんと一緒に、まあ、僕が今少し気になっている市場のポイントについて、えー、一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはですね、非常に有名なマーケットでの、まあ、ファンドマネージャーとかのビューがですね、少し出てきているので、そこをまず紹介したいのと、もっと重要なのは、今ですね、テザーのマーケットで、えー、昨日の動画で紹介したのとはまた別で、非常にですね、マーケットの、えー、全体、 取引に対してインパクトがある動きっていうのが見えてきたので、そこをですね、一緒に見ていきたいと思います。まずはですね、ニュースの方を見ていきたいと思うんですが、こちらご覧ください。グッケンハイムというところですね。まあ、これはビリオネアの方たちが資金を出してですね、運用しているようなファンドなんですけれども、まあ、彼らがですね、現在ビットコインに関して、1万5000ドル もしくは、ま、下の方では1万ドルっていうふうにも言っているんですが、ま、1万ドルから1万5000ドルっていうところをつけるんじゃないかっていうふうに言っていますと。で、これに関して理由なんですけれども、ま、今このレベルで、ま、やっぱり4万とか、ま、そういったところを、ま、なかなか上抜けていかないのであれば、今、機関投資家としてはビットコインを買っていくような、今、試合にはないよと。なかなか、ま、先日もこれ、あの、このニュースではないんですけれども、JP モルガンが、やっぱり今、テクニカル的に 市場の環境的にマーケットとしてはビットコインを非常に買いづらい状況にあると。で、別のトムリーさんっていうですね、ファンドストラットっていう経済ですとか株式、そして仮想通貨のリサーチをですね、されている会社の方もですね、今非常にテクニカル的にはマーケット買いづらいよねって。期間投資家としては今ここから買う理由っていうのはそんなに見出せないと。なので、一旦ちょっとやっぱり下の方に行くんじゃないかっていうことで、1万から1万5千っていうところをターゲットにしていると。 まあまあまあ、うんうん。まあなんかまあなんとなくそれも分からなくもないなっていう理論ではあると思うんですが、まあ次の記事も見ていきましょう。ちなみに。で、こちらなんですけれども、えー、次はですね、ビットコインが今後、まあ、ものすごく大きくぶち上がっていく可能性があるんじゃないかということを言ってるニュースなんですね。で、これ誰が言ってるかっていうと、えー、ニコラス・ マーテンですね、えー。仮想通貨のアナリストと名乗ってる方なんですけれども、で彼がなぜこれ上がるかって言ってると、えビットコインにはですね、フィ,、えー、フィアグリードっていう一、まあ、つ、えっ、ー、と、こちらに見せますけれども、まあ、指標がありまして、マーケットが今どれだけ悲観的になってるか、もしくは強気になってるかっていうところを合わしてる、表してる指標になるんですけれども、まあ、こちらがですね、現在、まあ、22というところで、 まあそこそこ弱気になってるというか、結構弱気になってますねと。で、エキストリームフィアというふうになってるんですが、まあ、どん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 エキストリームフィアが今21だったのが、まあ、22まで来てますよということで、まあ、どん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 弱気相場になってますと。で、弱気になればなるほど、やっぱり反発しやすくなるし、強気になればなるほど、まあ、もうちょっと強気になりすぎで、まあ、売られやすくなる。まあ、いわゆるその RSI とか、まあ、そういった指標の まあ同じようなものになってるんですが、まあ、それで上がりやすく上がるんじゃないかっていう風になってるんですね。もうそれだけかよって感じなんですけど本当にその仮想通貨関連の、まあ、上がる下がるとかの,あの結構予想を書いてる記事って、まあ、いっぱいあるんですけどなかなか本当にあのいい記事がないなというのが今回正直思ったところであります。でこのののハイムさんんもももそうなんですけれども、まあ、今買う レベルにはないなっていうのはもちろんそうだと思うんですけど、やっぱりこの1万ドルとか1万5千円とかっていうのって、本当に思ってんのかなとかって、まあ、実際思ったりするわけなんですね。なので、本当にやっぱりこの仮想通貨関連の記事で結構本当に特にものすごい短いんですね。あの、先ほどの記事も文章ってもうこれぐらいしかないんですよ。これぐらいしか。 やっぱり結構内容が薄い記事が多かったりはするので、非常に注意しなければいけないなと僕も思って毎回見てるんですけども、まあじゃあこういうニュースはいいと、じゃあ何かデータないのか本当に今マーケットが反発しそうなデータないのかっていうふうにまあ見ていたらですね、これはちょっと驚きのニュースというか、まあ一つデータなんじゃないかなと思ったのがあるので、ご紹介をさせていただきたいと思います。こちら。 おなじみのグラスノードのデータなんですけれども、こちらはですね、ステーブルコイン USDT テザーのデータになります。で、今日注目したいのはですね、こちらになります。どっちかなこれかなこれが一番いいですかね。ちょっと拡大しますね。はい、こちらなんですが、資金流入の量になってます。で、この真ん中にゲジゲジゲジみたいにある、この白い線が、 テザーの価格の推移なので、これは一旦無視してください。で、この上の緑のラインが、テザーがですね、仮想通貨の取引所に流入したボリュームになっています。で、逆にこの下のオレンジのものがですね、仮想通貨の取引所から、テザーが抜かれていくフローになります。なので、これ、本当につい最近ですね、歴史的最高のボリュームのテザーが、 え、取引所に、ま、入れられたというような状況となっています。じゃあ、これって本当にどれぐらいインパクトあるのっていうの分かんないですよね。で、じゃあ、このですね、前回、ものすごい流入があった時なんですけども、2021年の2月の3日っていうふうになってます。じゃあ、この前後ってマーケットどういうふう、どれぐらい動いたのかっていうのを一緒に見ていきましょう。で、えこちらがですね、ビットコインの日足のチャートになるんですが、2月3日、 近辺は、まあ、この辺りなんですね。で、あれって流入してすぐに、あのもうそ即日買うとかそういうわけじゃないので、この近辺の、この2月3日以降の動き見ていきたいんですが、まあ、ここでですね、大きくまあ爆上げしてるんですね。爆発、バツンとで、確かこれって、イーロン・マスクが、えー、ビットコイン買ったとか、そういったタイミングだったんじゃないかなとあの思うんですけれども、まあ、これでものすごい上がった。 これ本当にタイミング良かったっていうのもあるんですけれどもここでやっぱこれぐらいバツンと上に上がれるくらいな、えー、まあ勢いを与えられるようなボリュームなんじゃないかっていうのも、まあ、一つ見方としてもまあ,あると思いますで、まあ、これはちょっと違うんじゃないかと個人的には思ってはいるんですが、まあ、ただしあのこれその前のタイミングで大きく上昇してるんですよねでそういうふうなことを見てみると やっぱり大きくブーストをかける要因には一つなり得るんじゃないか。で、これはたまたまイーロン・マスクが買った、あの、テスラが買ったみたいなタイミングと重なったので、まあ、余計にブーストされたっていうのはあるんですが、やっぱりあれぐらいの、まあ、今回のテザーの流入って、やっぱりものすごいインパクトがある規模になるんじゃないかっていうのは、やっぱりこれからこれを見ても予想できるので、今回、この近日中に、 何か動きがあるかもしれないなっていうのは注目しておいた方がいいのかなと思います。ただただ資金流入があって何にもニュースも何にも今後出てこない中でガツンと買われるっていうのは個人的にはないと僕は思っているので誰かしらが何かしらのニュースを知ってて資金流入させている可能性もあるのでちょっとこの辺りボラティティがかなり高くなってくるので特にレバレッジの取引されている方とかは この辺りは注目して、というか注意して見ておいた方がいいんじゃないかなと思っています。えー、下が、まあ、その流入があったからといって、ものすごい下がる方向にフローがあるかっていう可能性も、まあ、先物として使うっていうのもあるので、まあ、なきりしてもあらずだとは思うんですが、まあ、通常、まあ、こういった形で、え、テザーがですね、取引所に流入してきた場合には、もう大きく、レバレッジュ化して、じゃなくて現物、 で、買っていくっていうところがメインのシナリオかなと思うので、前向きなフローが期待されると、個人的には思っています。ただし、実際に何があるかは分かりません。僕もこの人たちが何で移動してるのかは知りませんが、こういった今非常に短期的にですね、前向きなニュースっていうのも、動きっていうのも実際にあるというのだけは覚えておいていただければなと思っています。毎日毎日、価格が下がったとかですね、 もうこの予想が1万ドルだ1万5000ドルだみたいな暗いニュースばかりでは、まあ、ちょっとあの気がめいってしまうかもしれないので、まあ、たまにはですねこういったいいニュースが出た時は皆さんにお伝えしていきたいと思います今後もですねこういったまあデータベース、まあ、ニュースっていうものだったりとか、まあ、僕自身の見方っていうのもそうなんですけれども、まあ、実際にどういうデータが出てるかっていうのも非常にやっぱり重要だと思うのでそのあたりもですね皆さんにお伝えしていきたいと思いますのでぜひよろしければ えー、チャンネル登録だったりとかベルボタンを押していただけると、えーまあ、非常に重要なニュースというのをミスすることなく見ていただけるかなと思うのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら